です。今回ご紹介するマウスピースはこちらになります。じゃーん、オットーリンクのトーンエッジですねのスラントロゴ、斜めのロゴ、9インスターという開きになります。かなりね、開き的には広い方だと思います。オットーリンクといえばもうテナーサックスでももう超有名で、一度は吹いたことがあるんじゃないかというぐらい有名ですね。まあ、メタルマウスピースですとコルトレーンとかジャズジャイアンツがね、使用していましたし、ラバータイプのものですとスタンゲッツですとかね、ジェリーバーガンジーとか、まあ、そういった方が使用していたりとかします。まあ、バリトンサックスもすごくいいんですよ、このマウスピース。結構前にビッグバンドでバリトン吹いてた時にですね、 CUG ジャズオーケストラとかノーネームホーセーズとかで有名なバリトン奏者の岩本さんという方がいるんですけども、その方から吹いてみないかということでこちら貸していただいたことがあります。ものすごい良くなるんですよ。だからこれいいなと思ってて、その時お金がなかったんで買えなかったんですけど、まあ、今回ね購入してみました。吹き心地としては程よい抵抗感を保ちつつ、でも息はよく通ると、ノイズが多くてですね、乾いたというか、なんかそういう音が、しますね。ベイシーとかの音源聞くとですね、結構バリトンサックスだけバリバリしてるんですよね。なんかああいう感じに近いノイズが含まれていて非常にいいなと思います。なんかテナーとかね、アルトとか綺麗にこうハモりながらねこう動いてるんですけど、バリトンだけ結構バリ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 ってこう言ってるんですよ。 VJO とかも、まあ、そうなんですけど、ケイリス・マリアンとかがバリ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 こう低音だけねこう吹いてたりとかするんですよね。でゲイリーもこれ のメタルの方を使用しているようです。形状なんですけど現行品皆さんご存知でしょうか。もっとねシュッとしてるんですよ。これもうゴム太なんですよね。同じマウスピースだと思えないほど違いがあります。まあ自分はもう違うマウスピース認定してるんですけれども、内部をこういう風に見てもらうと分かるんですが、ステップはないにしよう、ここにエクボがねこういう風にありますよね。これは結構テナーのアーリーバビットとかに見られる感じなんでしょうかね。こういったところでエッジの効いた音になるんでしょうけど、ニック・ブリグノラ、バリトン奏者のね方いますけど、ああいう感じのノイジーなすごくいいね音がする感じがします。値段も結構手頃で、まあそうですね、市場で15万円はしないんじゃないですかね。あんまり出ないですけどね、テナーとかだともう20万超えちゃうんですけど、物によってはね30万とかまでいっちゃうんですけど、バリトンはもうそこまで高くないので、まあいいのかなと思います。ビッグバンドとかでも、ね、使えますし、もちろんコンボとかね、いろんな用途で使えるいいマウスピースだなと思いました。ということで今回は、オットリンクのスラントロゴのエッジの9スターですねをお届けしました。またねー。